しい趣味をね、増やしたいんですよ。増やしたいんですよ。え、趣味ですか？趣味。そう。趣味って、え、何？趣味。それはカメラだ。え、お前カメラって iPhone で十分だろ？あのさ、最近の iPhone はマジですげえんだぞ。知ってんのか？めっちゃカメラがさ、いや、違う。カメラカメラしたこのカメラが欲しい。なんだそれ。説明しよう。いや、いい。欲しい理由はね、3つあるんですね。あ、3つ。まず1つ目は、うん、動画のクオリティを上げたい。あーはー。私たちの職業、うん、何ですか？そりゃ VTuber ですよ。プロ VTuber。 そっちじゃなくて、え、YouTuber でしょ。あはー、 YouTuber でもある。 YouTube は動画プラットフォームなんですね。あー、つまり動画を撮るためのカメラはね、非常に重要ということなんだ。あー、でも私たち VTuber なんで、リアルカメラはいらないんですよ。あのカメラとか無料でいくらでも増やせますよ。いや、断じていな。オメシスはね、ロケ動画とかボドゲとかの実写も撮るでしょ。あー、そうですね。それの画質を上げたい。そう。でも今の時点で編集めっちゃ重いじゃないですか。もっと重たくなっちゃうんじゃないんですか、画質を上げちゃったら。そしたらパソコンのスペックを上げればいいのよ。でも、さらにマネーが。でね、2つ目の理由は、はずい。え、あのロケとかね、取材行くじゃないですか。あ、行きますね。で、撮影とか回すんだけど、周りの人のね、機材がすごいんですね。なんかメディアの人とかね。あー、まあね、確かに。そう、ライトとかあるでしょ、大きいの。あ、あるね、こうやって持ってる人とかね。その中で、iPhone でこうやって撮ってるとね、ちょっとなんか恥ずかしいんだよね。でもさ、今の時代は、iPhone で十分だからな。いや、でもやっぱさ、雰囲気からこうプロ感を出したいよね。わかる。そして3つ目、これが今回のね、一番の理由なんです。どんな理由なんですか？3つ目の理由、それは、めっちゃくちゃ良さそうなカメラが発売されるからなんですね。ああ、そういうことだったんですね。そう。どんなカメラなんですか？ソニーのカメラで、アルファシリーズの最新作、アルファ 7S3 だ。え、ブルースリーですか？アルファ 7S3。 え、長っ。え、それで、いくらなんですか、そのブルースリーさんは。え、これの、1個前のモデルが、アルファ 7S2 なんだけど、それの発売から、ちょうど、5年ぶりにちょうど出るのよ。あ、そうなんだ。例がね、欲しいなって思ったタイミングで発売。もうこれは買ってくださいって言ってるよね、このタイミングは。頭がいっちまってるわ、こいつ。でね、このカメラはね、かなり YouTuber さんに注目されてるらしいんですよ。あ、そうなんですか？うん。アルファ 7S シリーズ自体、動画に強いカメラみたいで、それのね、最新作ということで、期待されてるんですよ。はぁ、まず、30分撮影の制限がなく、連続撮影ができる。ボドゲとかさ、撮影1時間以上かかることも多いじゃないですか。あ、わかる。うん。あ、普通のだと、そんなに撮れないんですか？1個前のモデルだと30分だし、一般的な普通のカメラは30分以下みたいなんですよ。でも、iPhone とかは普通に1時間以上撮れますよね。さらにね、ポイントは、フルサイズのミラーレスカメラなんですね。何語なんですか？センサーがね、大きいんですね。なので、綺麗な映像が撮りやすいとのことだったり、暗所にも強いみたいなんですね。
で、さらにね、以前のモデルではなかったタッチ操作が追加されたみたいですね。うん、iPhone でええやん。で、うん、結局これはいくらなんですか？なんと、うん、お値段、お値段？いや、早く言えよ。お値段、お値段？早く言えよ。409,000円。40万、うん、高すぎたろー。あの、初心者用とかいろいろあるんじゃないんですか？え、最初からそんな高いの買ってもあなた使いこなせないでしょ？いや、でも、でも機材にはね、お金をかけろってヒカキンさんが言ってたから。お前ヒカキンは当然使うよ、お前は。でね、発売は10月9日からなんですが、あ、まだ先か。実はもう予約開始しています。え？つまりそういうことだ。お前予約したんか？できたかどうかはその目で確認しろ。どうぞ。おはようございます。現在にちょっと急いで撮影をね、回してます。なんか10時からスタートって書いてあったんですけど、なんかね、今9時58分なのにね、すでに買えそうなんですね。え、こんなことある？え、こんなことあんの？え、早くね、ちょっとポチっていきたいんですけど、ちょっと下の方もね、一旦ちょっと確認していきましょう。保証？何これ？え、まあとりあえずちょっと下に行きますね。なんかいろいろあるけど、ちょっとね、とりあえずボディをね、変えればいいかなって感じなんで、カートに。え、あ、なんか選択しなきゃいけないみたいだね。これちょっと上に行きます。保証？何それ？標準でいいよ、これは。 OK。 あれ？え？落ちたの？ちょっと、セーフ。ちょ、これ、あ、これも設定いるんだね。これ、これも入会しない、いらない、カートに入れる。はい、ポチッ。え？あれ？え？え、合ってる？この名前セブン S？誰？これは。ちょっとこれ、ちょ、一応調べてみますね。あ、あ、合ってるみたいですね。じゃあちょっと戻ります。これはではちょっとカートに進むを押します。ポチッ。お願い、おい、え、あ、なんか普通に買えそう。買えるよこれは。ちょっとレジに進みます。ポチッ。あ、ではサインし、インします。ポチッ。なんかクレカとかね、もろもろ入力が終わったので、ではね、注文手続きを完了します。無理だこれは、無理。ポチー。あ、お、あ、できた、やったー。おめしすの動画、いやー、よかったね、帰ってねえ。いや、お前、よかった。お前さ、めめしとか言っちゃって、あんたすっごいスラスラポチってたからね。え、もうちょっと戸惑って、さすがに40万だぞ。よかったね。あ、いや、でもいいですか、あなた、うん、ホロレンズ2買わなかったんですね。あと22万円のガンダリームガンプラも我慢しました、私は。うん、ということはアルファ7 S3 が実質無料で買えるってことなんですよ。いや、ちなみにね、これボディだけなので、レンズとかもね、買わないといけないんですね。レンズとかマイクも買ったら、ちょっともうプラス10万とかはちょっと軽くいっちゃうかもしれないね。50万円ってことですか？そうかもしんない。まあ、いや、発売がね、10月9日なので、それまでにね、アルファ 7S3 につけられるレンズをね、探して買っておこうと思います。うん、500円ぐらいのさ、安いやつでね、頼むよ。カメラ届いたらね、写真とかね、動画とか撮ってね、デビューしたいね。あー、撮りましょう。1億枚、40万なんでね。すご、はい。
チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバーイ。